皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、兵庫県知事選挙、2024年10月31日告示、11月17日投開票、で、7人の候補が熱戦を繰り広げている。前知事の斉藤元彦氏の失職に伴う選挙戦だが、斉藤氏自身も出直し、で出馬している。画像、知事時代と比べて表情が変わった。 パワハラ疑惑により兵庫県議会の百条委員会で尋問を受け、9月19日には議会が全会一致で不信任案を可決し、26日に失職した斎藤氏。この間は大きな批判を浴びていたが、選挙戦では同志の街頭演説に耳を傾ける人が増えるなど、風向きが変わっている気配だ。応援アカウント、柔らかな表情を置く、斎藤氏は9月20日以降。 自身の x の x 更新が活発だパワハラ問題に対する批判が増えた8月以降は台風の接近への注意喚起のほか投稿はなかった9月26日に失職を報告すると30日には今日から新たなスタートですとして JR 須磨駅に佇む自身の姿を写した写真を公開以後県内の鉄道駅前で街頭活動する様子を頻繁に投稿するようになる X には、斉藤氏自身のアカウントに加えて、10月7日に開設された斎藤元彦講演会による斎藤元彦応援アカウントがある。本人のアカウントは、真剣な表情で1人写っている写真が多いが、応援アカウントの方は、県民と握手を交わしたり、赤ちゃんに微笑みかけたりとやわらかな表情のショットが多く見られる。このカウントを見ていると 最近では街頭でスピーチしている斎藤氏を体制の人が取り囲んで聞いている写真をしばしば公開している。同志を取り上げたメディアの記事を PR したり、知事時代の業績をまとめたという人の投稿をリポストしたりと、戦略的にアカウントを運営しているようだ。斎藤氏は10月12日には YouTube チャンネルを立ち上げた。インターネットを駆使しながら自身の主張を届けようとしている。 最初は1人、今は商業施設2階から見物するほど大勢に。告示後最初の週末は3連休となった。斎藤氏は積極的に県内各地の駅前で街頭演説を行っている。X に投稿された写真や動画を見ると、見物人は相当多く、商業施設の2階から遠巻きに斎藤氏の話を聞いている人も多い。別の動画でも、 もはや斎藤氏がかなり遠くにいて、近づけないほど聴衆が集まっている様子が映されていた。支持失職直後の9月30日朝、JR 須磨駅前で独り立ち、おはようございます。行ってらっしゃいませと頭を下げる斎藤氏に、立ち止まって声をかける人はおらず、支援者の姿もなし。こんな当時のニュース映像と比べると、注目度は雲霊の差と言える。複数の報道によると 兵庫県議会最大会派の自民党と公明党は自主投票としたという。読売新聞オンライン11月2日付の記事は、自民党兵庫県連が斉藤氏の支援を容認する決定をしたと報じた。兵庫県知事選は斉藤氏のほか、前参議院議員の清水隆幸氏、前兵庫県天ヶ崎市長の稲村和美氏、医師の大沢邦清氏、レコード会社社長の福本茂之氏、 政治団体、NHK から国民を守る党、党首の立橘隆氏,氏、情報分析会社社長の木島陽次氏が立候補している。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。